なんかその。えっと、どうでしょうか。まず、気持ちの余裕と時間のお金が10年間ないってことは多分ない、ない。あ、ない、ないです。やろうと思えば、多分できたと思います。ですよね。ええ、だから、それはあんま、まただ、まあ、規模。気持ちが本業に向いてて。プラスアルファ、背中を押すものが。正直なかったのかなと。 でまあ、これに出て、まあ、仮にですけどオール達成してお金が手元に来ればさすがにお金を預かったけどやりませんっていうことにはならないと思うんでそのお金が背中を押してくれるかなと、まあ、9年間ぐらいずっとあのアイデア良かったのになっていうのはずっと気持ちとしてあったんででも背中を押す何かなかったんで、まあ、300万円が背中を押してくれるかなとあじゃあ僕らがこのビジネスはずっとやった方がいいよって言って背中を押せばいいわけですか っていうのを希望してきましたけど、まあ、あの、面白くないよっておっしゃられるんであれば、もう仕方ないです。まあ、そのビジネスモデル、要は集客だけがちょっと自信ないって言いましたけど、集客以外、何が自信あるんですか、逆に。だって、自信あるビジネスモデルだったら、集客できるじゃないですか。 集客、ね、だけがってよく言う人が多いんですけど集客,集客ってすべてだと思うんですよ集客,集客というかサービスを多くの方にこういうサービスがあるよっていうのを知っていただくところが苦労すると思ってた2万3万再生だったらいけるっていう話なんですかいやそれだけじゃいけないと思いますけど、まあ、ゼロから始めるよりは、まあ、かなり。 1段2段上のところからやらせていただけるかなと1、えっと、一段2段っていうのは具体的にどんぐらいですか 2>, あ2万人が知って,るだって2万再生3万再生で o Go o Google アド先生やってたら分かると思うんですけど別にそんな数百万数千万の話じゃないじゃないですか YouTube で2万3万再生されるってそうですねまあちょっとあの動画の広告は私ちょっとやったことないんであのかかる費用のイメージはついてないんですけどこれは結構見ると はい、あのおっしゃってた通り、そり、セルフエステって、なかなか競合がたくさんいそうな感じですよね、い今ね、はい、なんですけど、<で>こ<れ>ちょっと私もそれ気づいて、ちょっとまずいなと、正直思った部分は多々あるんですけど、あのいろいろ弱点みたいな部分もあって、1つは、セルフエステとは言いますけど、受付ぐらいには人がいるんですよね、受付とか清掃の人間とかは。 でですんで僕のは完全な無人なんで鍵とかですらあのキーボックスで引き継ごうと思ってるので完全に無,無人なんで、まあ、そこの分の人件費コストを圧縮できるんで、まあ、価格で戦えるかなっていうのがまず1個。であとセルフエステのほとんどがあの月額いくら払えば、まあ、自由に予約何回でもできますよっていうような形でやってるところが大半だと思うんですけど。 あの利用者の意見とか見てると予約が取れないっていう意見が多いんで私のはまあ月いくら払って何回も使えるっていうんじゃなく純粋に1回いくらでやろうと思ってるんで、まあ、そこの部分もちょっと差別化はかれるかなとあと1人で来て,来てくださいっていうのも OK にするつもりですけど1人で来るも OK にするつもりですけど基本2人で来てくださいっていうのを標準的な使い方として見せようと思ってるんで、まあ、差別化は ちょっと測れるのかなと思ってます。二人で来ると、何かいいことあるんですか、お客様。えっと、まあ。あの、イメージとして、自分で。エステの機械使って、パーっていうよりは、まあ、彼氏と彼女が二人で来て。まあ、いちゃつけるというか。あ,あ、ここにくっついてきたねとか、できる。っていうような。使い方を、まあ、友達同士でもいいですけど。思ってます。それで、まあ、背中とかやりにくい部分も、物理的にあるでしょうし。 カップルさんがターゲットってことですか。メインは。まあ、一人で使うっていうのを。まあ、ダメっていう気はないですけど。メインでカップルさんが雑居ビルのワンルームマンションの。すごい簡易なエステ施設に行くイメージがあんまり持てないですね。持ってないですか。なんか、今のカップルは。インスタ映えするスポットとか。綺麗な空間とか。そういう写真映えするようなところに行くのが。 若いカップルななんでなんとなくこのイメージだとちょっと誰が来るんだろうなっていう感じになっちゃうんですけどなるほどそれもちょっと10年前からこうなんだろうな更新されてないのかなっていうちょっと感じがしました。